じゃあそろそろお題いきますか。あ、そうだね、番号に、うん、あ、なんか挨拶やんなくていいんじゃない、うん、やる、いや、やんなくていい、別に自信もないし自信もないし、いや、行きましょう、やるじゃあ行きます。今日は小学生の短パン、木村明太です。よっ、結局お酒を飲んじゃいます。グレートオッツです。よっ、高音域の歌唱力には定評があります。シンディーローパーの生まれ変わり、沖ヒカルでございます。あまあまとめるね、シンディー、シンディー、ね、天才だな。やっておりますよ。いや、シンディーって今ディスクアップですよね。ディスクアップですよ。そうだね、シンディーさんってね、ございましたけれども。打つんですか、ディスクアップ。どれ打ったの。俺全然ちょっと打ったけど、ちょっともう飽きちゃうよねとか言ったら、またパチスロうまいずが、いや分かってないみたいな顔するんだろ。パチスロうまいずはうざい、もう、うん、本当になんかやだ、ちょっとまあ間が持たないかな。あ、そうっすか、うん、なんか結局スイカ外れ待ちみたいになっちゃう。じゃあ入試要塞とか一生打てないですね、みたいな。打てない、俺もうね、画面がわちゃわちゃってしてくるで、特化ゾーンで7がいっぱい揃ったりとか、バカじゃないか、好きな。あ、そういうのがいいんですか。そうなの、よくできてるのはあかんすけど、うん、ディスカップは、うん、あ、そうね、それは思う。ただ、俺4号目のディスカップも全然ハマんなかったなって思って。面白かったよ、面白かった。だから好きな人はそれ、うん、だからそれ、そういったらキャッツアイで面白い。キャッツアイはダメでしたね、ちょっとマニアックすぎたかな。あの辺の流れの好きな人多いじゃないですか、うん、広石さんとか、うん、そうだね、そうだった、ジュクさんも好きだしね、サミーのあれね、やっぱユニバー、あー、それはわかります、わかります、うん、ニューパルサーとか、うん、スーパープラネットよりもやっぱコンチシリーズとか、はいはいはい、センチュリーとか、うん、リバティベルの派でしたね、うん、テンパったら確定っていうね、はいはい、組み合わせでね、珍しくパチスロの話とかして、いやー、すげえ久しぶりにしたんじゃない。おー、気持ち悪い。なんでだよ。なんか今でこそ、うん、ああいう軽いタッチのパスっていいですけど、なんか、うん、押しにくかったじゃないですか、昔押しにくかった、ボタンが、はいはいはい、あれがなんかパス打ってるって感覚はあった。あの、うん、マックスベッドじゃない、こうやってベッドベッドベッド、もうユニバのさ、ベッドも小さいじゃないですか、はいはい、で、コイン投入口みたいな、うん、あの漢字で書いてあってね、はい、うん、懐かしいっす。あのボタン押しづらかった、うん、ね、こうはいけないじゃないですか、こうはいけない、そうね、やっぱサミーとかはそういうのはがっつりはまれなかったですよね。気持ちはね、分かりますね。ただディスクアップ面白かったです、面白いですね、今のは知らないですけど、今、うん、そのまあ俺もそうですけど、うん、そんなあれもこれも打てないじゃないですか。打てない。特に一周こうハマっちゃったら、うん、この球まで手が回らない、手が回らないね。っていう、うん、なんかちょっとプレゼンしてください。これ面白いぜっていう。俺、あ、それ俺いいですか。もういいですよ。やっぱ綱取りですね、やっぱ。パチンコの？はい。結局そっちでしょ。そっちなんだ。そっちっていうか、本当にあの初代モードは楽しい。一日打てますね。打てるだろうね。僕は打ったことないけど、もう話を聞く限りまんまだらしいじゃん。あ、まんま、あ、そうなの。残った残った。デンデケデンデケって。わー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 って残った残った。そのなんなんですか。まあ結局千で一個ぐらいじゃないですか。うん、そのまんのがだから。そうだね。それが飽きないんですよね。ああ、そうか。回転が重いから回転。そうなんですよ。重みがあるから。ビタ止まりなんて味わってごらんなさいよ。あるんだ。あ、いや、三パー、三パーあります。うわ。いわゆる初代と全く同じだから、じゃあもうデジタルから目が離せないはずです。あ、でしかもあれよくできて、1回回ると、うん、絶対1個のホールより2回は回るんですよ、うんうんうん、あ、そうなので、なるほどね、3回目行ったら絶対リーチなんですよ。ああ、疑似連的な感覚だ。まあ疑似連っていうか、あ、まあそういうシステムなんですよ、はい、でここでチャンス目が出ると、うん、絶対ここにリーチが来る。え、チャンス目って何。あの133が欠点とか順目とか逆順目とかそういうのがあるんですけど、多分そこのそのチャンス目ってリーチが来るか来ないかでそんなに当たりに信頼度にはだからそれがなくても全然当たるしリーチが来るしっていう。面白いですね。いいね。で、いいね。その当たると5連チャン確定するんですよ、うん、独占なんで、それ、そのそうやって右打ちで、うん、要は残りの4回を消化するんですよね、うん、で
ベロに食わすとそこが10分の1当たるわけですよ、うん、で5連チャンで大体6000発、うん、で5連チャン終了後に1回転だけ回せるわけですよ。だから10分の1を1回だけ受けられるわけですよ。なるほど。それが金星チャンス、はいはい、それでやっぱ3連したやついるんですよ俺もすぐ。あだって1万8000円ですよ、ね、おおすごいね。それはすごいね。すごいめっちゃ暑いじゃないですか。暑い暑い暑い。へえ。ツナ取りがおすすめです。なるほどね。なるほど。あの普通にこうなんていうんですかね、皿王将でしょって言うよね、まあ乗らないこっちのルートで癖がいいやつは、はい、まあ、1万に1回ぐらい入るんですよ、ね、この左の回転台にこうでスローになってフッと入るんですよ。癖のいい台を選んでおります。なるほど。でも癖がいい悪いはあれ打たなきゃ分からない、ね、かんないね。だからこれ癖いいなと思ったらその台を打ったりとか、うん、そういう楽しみもあるんで、翌日追いかけられる。ぜひ使ってくれる。いいね、いいですね。俺か。俺なんだ。俺の方がいいっすよ。俺ハードル上がんのやった。ちょっと待って、いいよ。じゃあ僕はやっぱ狂うんですね。あれの何がいいって、うん、結局まあパチスローだから当たり外れは決まってるわけですよ、うん、レバーの時点で。ただ見た目がまんま液晶じゃなくても実写っていうか、はいはいはい、そこにクルーンがあるみたいな感覚だから、うん、逆に未来のパチンコは全面液晶にしてあれを移植して、うん、な1000円に1回とか入って当たり外れを見極めれば。いやまあね、すんげえ面白い。クルーンはまるときくっそはまんじゃん。俺1600はまりました、まあまあ、それは打ちすぎ。俺あと初打ちの時俺2万使って1回もクルーン入んなくてさ、なんだよ超癖悪いっすねそんなの、うん、そう。いやそんな経験がお二人の経験1回もないから、勝ったことはないけど1ぐらいで、負けたこともそんな大負けもないから。しかもあれコイン持ちでしか設定差がないですよね。そうなの。そうだね、中の振り分けは結構あの奇数と偶数で特徴付けしてて、うん、あそこトータスと変わんないんですよ、うん、だからコイン持ち上げはそんな分かんない。打っちゃうとすぐ分かんない。まあクルーンがいいっていうか未来の一発台ってこうなってほしいなって僕は思いました。非常にいいですね。ごともできないし液晶だからそこゴーバーンとかもできないし。なるほどね。純粋に球が目の前で動いてるみたいな感覚になるから、うん、いいな。問題も設置がないです。そう、それ綱取りもどっこいじゃね。いやいや、綱取り完売ですよ。なんだよ5000とかじゃないですか。まあそんなもんだね。あんま見ない。クルーンも2000はいってるよ多分。じゃあ俺、うん、俺はねパチンコなんだけど R18 かね。あれ R18 意外と外れてますよね。すでにそうだよ。シンフォギアのあのバーターっていうか、あれだったの。結構ダイス出たんですけど、うんうん、もう完全にやっぱ狂った人が作ってるんで面白い。うん、絵柄を消せるんですよ。消せるかこんぐらいにできる。で液晶の数字が揃うじゃん、うん、で数字が揃う。背景ではちょいエロな OL さんがオフィスでこんななんかゴミを取ったり書類を取ったり拾ったりしてるの、うんうん、それでそういうシーンが長いって、うん、あのそれ見たい人は絵柄を極小にできるんですよ。どうやって？ボタンで、うん、でまたね、みんなちょうどいいぐらいに顔は映ってないんですけど、チラッとチラッと見切れる感じがちょいブスなんですよ。あ、一番いいパターンですね。そのリアリティ、はいはい、で一応ねそんなに激しいエロはないんだけど、うん、多分ね全員にうまく伝わってないんでしょうね。時々ねものすごいケツ振る姉ちゃんがいるんですよ。一人だけ、ね、白いボディコン着て、あの9分割の画面の時に真ん中に。あ、台のコンセプトがその女優さんには伝わってなかった。伝わってないんだ。はい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 。一人だけめっちゃケツ振る人がいるの。9分割の画面の時、白の、ね、はいはい、タイトなスカート立ってるから、はい、パクプンって。その人を凝視するわけですね。凝視したい。なるほどなるほど、ね、なるほど。そういう楽しみ方。そうそう、ストッキングって言うたびにリーチがワン一段からアップするんで、ストッキングっていうの、ストッキングって言ってストッキングのカットインが入ってそれが4回入れば一番いいリーチ、いいリーチになる。まあ、大体ゴールデンバストっていうカットインもね。ゴールデンバスト、金のおっぱい。ストッキングからのゴールデンバストってことですか。もう黄金パターン、はあ、そう。一回全くのプライベートで、うん、あの解説してほしい、連れ打ちです、ね、いいですね。引き強がすげえ連チャンしたんだよ俺噂で聞いたんだけど。17,000発、ね、そんなには連チャンするスペックじゃない。え、アマ、いや、ライトミドル。へえ、それはいいっすね。奇跡。
奇跡を成し遂げた男です。ストッキングをいっぱい着てたんですね。まあ ST 中はね、花火大会とかね、そういう花火大会もやる、そういういろんな、もうよりどり緑じゃないですか。OL さんがいて花火大会もあって、ストッキングもあるとね、うん、完璧じゃないですか、まあ、ぜひもう台数は今急激に減ってるんであのメジャーどころを誰も言ってないじゃないですか。例えば番長3が面白いですよ。ああ、もう皆さん知ってるもん。ああ、そうですか。じゃあいっか、うん、それそういうのやったらさ、詳しくないことバレちゃうじゃん。入試要塞は面白いですよ。本当？設定入ってないですね。そこなんですよ。使用さえなんでこんなボーナス重いんだろうって昨日も話してたんですけど、うん、常連のお兄ちゃんと、うん、設定入ってないからだねっていう。なんで花は軽く感じて使用さえは重く同じ確率っぽいのに、はいはい、だろうっつったら、多分設定っすねこれ、うん、やっぱそうだね。まあ花は出してるっていう話よく聞くもんね。本当そうっす。潮騒ボーンと入れ去って、じゃあ同じように花と同じように設定入れてるとこってないっすもん、ね、ほとんどないっす。僕一回だけです、これ高設定だっていうのを使うんだ。その時はやっぱ 2,3,000 枚出ましたもんね。すんげー楽しかった。唯一一回、もう打たないかな。DMM でせっかくね、潮騒の動画、ああそうだ、やってたもんね。自分で見たら最悪だったの。そうなの、何が。あのマイクの感度が良くって、うん、ショールームじゃないですか。操作音がですね、僕が思ってた以上にマイクに拾われてて、ああボタン叩いたで、俺ショールームだから結構もう早く回そうと思って、うん、バン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 やってたんですよ。ババ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 って、どうせまあ音入ってないと思ってたから、うん、全部入ってて、うん、うざくって自分で見せて、あれ本当撮り直したいっす。言ってますよ。一からやってくれるんだって。取り直したら本当に取り直すんだって。これはもうパイオニアの山下さんに。3人取り直す、うん、え3人でやる。3人でやっていいよ。ノーギャラだよ、もちろん取り直しいいよ。えノーギャラだってやっちゃった。あれちょっと待って、ノーギャラだとダメなの。いやノーギャラ、俺はじゃあノーギャラでいいや。お二人にそこのノーギャラに俺らは付き合わなきゃいけない、うん、だからお二人は俺の分あげるから。あ、本当？ 1.5、1.5 にしてよ、うん、俺は本当に、あれはちょっとね、もらえない。カシャカシャカシャバンババ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 バみたいなのを、うん、大きくからあんなもんじゃないと。もうだってもうしっとり打つからね。え、おしぼりじゃない、おしぼりとかじゃない。しっとりバチスロー打つからね。じゃあ取り直しましょうか、うん、本当に。入試要塞3で、じゃあもう一回。いやいやいや、だって今も稼働してるんですから。いや、もうほとんど稼働してないし。面白いな、伝えましょうよ。でも昨日俺行った店、収録で行ったら7台中朝一4台埋まったからね。マックス5台埋まりましたよ。だからそれが奥さんがちゃんとやってれば7台、そう満席だったんですよ。申し訳ないことしたなと思って、うん、ただ公式親善大使が1回しか勝ったことない台だから。公式親善大使、うん、自称ね。自称なんだ。自称、誰からも公式なのに言われてないけど、うん、公式親善入試要塞のね、試合1番おヨーグルト飲んでる好きに。なんだよ、言いそびれたこと。言いそびれたこと、すっげえ真面目な話していい、うん、ですよ。俺は親父が亡くなった時に、うん、周りの人にすげえ親切にしてもらったんですよ、うん、まあ高校の同級生同士で結婚したから、まあ、地元にも知り合いいっぱいいるから。でも若い頃それがすごい嫌で、もううざって思ってたんだけど、うん、そういう人でちゃんと俺を言ってなかったから、まあ、いつか恩返ししたいなみたいな。ありがとう。どういう形で。いや、なんかね、なんかそれは具体的に、その T シャツで、その T シャツじゃない、に来る T シャツじゃない、まあね、あのハムの人みたいな格好で、ね、ありがとうございましたみたいな、ね、あ、なるほど、感謝の気持ちですか。そう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 、そうですね、若い時ってそういうのって分かんない、分かんない、うん、そう、ちょっと嫌だったんだよね、そういうのがね。なんか施し受けてるみたいな。いい話ですね。そうそうそう、今は分かる、今は分かる。ただまだ言いそびれたままだけどねっていう、うん、言いそびれない、言いそびれてないでしょ基本的に。基本僕も言うか思わないようにするか、どっちかなんで、ね、受け直すでしょ、時のように。時のように受け流すな。さ、うん、俺はラオウのように返すからね。なるほどねお互いこう生と同って感じで。そうだね、なるほどなるほど。それはなかなか綺麗な話ですよね、うん、言いそびれはないですね。
まあ、ないね。すいません、ないっす。そう、僕たちにも不可能があるっていうことね。あとは、まあ、ないよね。じゃあ、まあ、言いそびれたって言われなんで、言えずに我慢してる。それはいっぱいあるよ。それはいっぱいありますよ。もうなんかそういう仲間意識みたいな企画は俺は嫌、本当に。でも仲間意識じゃないんですか、それは。何何競争意識じゃないですか、うん、まあゲスな感じですよ。あ、まあ、相関的なのを作りたいみたいな感じじゃない。相関したくない。そうですか。そうですか。誰とも相関したくない。